八重岳は標高453.4メートルの山で沖縄本島北部に位置する本部半島の最高峰である。沖縄本島では与那覇岳に次ぐ第2位の標高で南方に位置するカツウ岳とアンナ岳と共に連山をなす。山頂までの沿道に寒日桜が植えられ日本で最も早く桜が見られることで知られる。沖縄戦では 沖縄本島北部の主要な戦闘地であった。頂上部にアメリカ軍が管理する八重岳通信所が置かれている。沖縄本島北部に位置する本部半島の南に位置し、南東に勝岳、南に安奈岳がある。山頂は沖縄県国上軍本部長に属するが、山体は名護市との境界をまたぐ。標高は453.4メートルで沖縄県内で、 第5位、沖縄本島内では与那覇岳に次ぐ第2位の高さで本部半島の最高峰である。八重岳をはじめ、勝ツ岳と安奈岳の連山が本部半島の南側にそびえ、北側の音は楽を主体とする山海との間に東西に伸びる構造線で分断されている。八重岳の連山は起伏に富んだ地形で地面に露出した岩石が多く、南側は名護湾にせり出す。 遠くから望む山陽は緩やかに見えるが、実際には谷が多く形成されている。地質は、古生代ペルム期の石灰岩を主とし、年番岩やチャートを含む、中生代の本武装で構成され、カツウダケとアンナダケと共に、円水状のカルスト地形をなす。八重岳の年間降水量は、約2600ミ、mm、リメートルで、万、長和や大井川水系の源流域となっている。 八重岳北東の斜面から源を発する大井川の河口三角口をなし、泣き神村海岸の東、シナ海へ流出する。万奈川の中上流部は谷が発達しているが、下流部に中石定地が形成されている。再録の先本部には日本国指定天然記念物の塩川が流れ、塩分を含む水が湧き出している。八重岳一帯は、 1972年に沖縄県により指定されたカツウダケ・アンナ・タケ・アイタケ天然保護区に含まれる。また、沖縄県は1989年にカツウダケ・アンナ・タケ・ハチジュダケ自然環境保全地域を名護市に設定した。植生は主にイタジーであり、長見ぼ長寺や沖縄式ミなどが分布する。かつて卵化の植物が多く自生していたが、 個体数が減少している。また、琉球山亀やカラスバと、石川ガエル、イボイモリ、このョウなどの動物が生息している。本部長は、本部長森林保全計画の策定により、自然保護の観点から八重岳周辺の整備を行っている。八重岳は、桜の名所でもある。登山道の両端に、寒日桜が植えられ、1月下旬には開花する。 沖縄本島中南部よりも気温の低い北部、特に八重岳などの標高の高い山岳地帯で開花が早まる。八重岳は方言で、英岳といいペリー艦隊日本遠世期に所在された地図には、カツウ岳、アンナ岳、八重岳の一体を、ナッチジェンマウンテンズと記している。八重岳の北西陸を占める本部町の大技、大海洋では、 占領に利用される藍の栽培が大正期まで盛んに行われていたが、化学染料が台頭したことにより次第に衰退。戦後になると藍の栽培と染料の製造は廃れたが、その後砂糖キビやパイナップルの栽培に転換している。八重岳に向けて押し進むアメリカ軍の第六海兵士団。沖縄戦における沖縄本島北部の戦いの中でも、 本部半島の山岳部が主要な戦闘地で、特に八重岳は、本島北部において、唯一日米両軍の対峙戦が行われた場所である。1945年3月、宇都武彦大佐が率いる独立混成第44、旅団第2歩兵隊は、八重岳の周囲に陣地を築いていたが、4月13日に本部半島に到達したアメリカ軍の第6海兵士団は、 八重竹を攻撃目標と決めていた。翌日、アメリカ軍は、ウト部隊の本拠地である八重岳へ攻撃を開始し、ウト部隊は銃撃による抵抗を見せたが、同月16日に八重岳山頂は、アメリカ軍により占領された。同日、ウトは陣地を放棄して、本部半島に残っていた将兵らに田野岳への転身命令を下した。4月20日、アメリカ軍は、 本部半島のほぼ全域を制圧し、それにより、本島北部における、日米両軍の組織的な戦闘のほとんどが集結した。米軍統治時代の1963年、流米新税委員会からの補助金で、八重竹、桜並木の植樹事業が開始され、それ以降も継続して行われていた。1979年1月19日に、1回目となる、 八重竹桜花見祭りが開催された。1966年に新沖縄観光名所、1983年に沖縄の自然百選、1995年に新沖縄観光名所百選に選定されている。登山道の寒日桜並木登山道入り口が本部町の井の葉にあり、山頂付近まで道路が約 4km に渡って続く。 山頂まで自動車による往来が可能で、道中に駐車場が整備され、また自然林の中を通る遊歩道もある。家族連れなどの集団が登山やピクニックを行うのに適している。頂上からは沖縄本島北部の国神山地をはじめ、家島や瀬底島、みんな島を望むことができる。山頂に一等三角点が設置されている。 中腹から頂上までの道路沿いに約7000本の寒飛桜が植えられている。1月下旬に開花することから日本で最も早く、一足お先にというキャッチフレーズで銘打った本部八重岳桜祭りが1月中旬頃から開催されている。八重岳の周囲は本部町により桜の森公園と位置づけられ道庁に所在する。 海洋博公園と共に観光資源となっている。八重岳町上部にある八重岳通信所の区域内において、アメリカ軍の活動を妨害しない限り、一般住民の使用は許可され、また通信施設であることから、訓練や演習などは行われていない。八重岳町上部に設置された八重岳通信所は、1950年に使用が開始、本土復帰後の1 9 7七年に、 アメリカ陸軍からアメリカ空軍に移管され、1993年に海上自衛隊が共同での使用を開始した。八重岳山頂に国土交通省や沖縄県などのマイクロ波、中継局と航空局の航空路監視レーダーが設けられている。補足歴史地局住所。ありがとうございます。